はい、ダービーサリオン実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。ですね、昨日は寝てないんでね、これ収録し終わったら寝ようと思ってるんですけど、まあテンションは低くなるかもしれませんがね、察してください。さて、 G1 をね早く撮りたいんですよね。まだ G1 撮ってないんで、今20年目ぐらいですかね。このね、マキバオがちょっとコメント確かめてないですよね。てっきり忘れていて、4月までちょっとコメント確かめましょうかね。そして元気場は、元気場はね、55できすぎ、これがねダイヤモンドステークスでハンデ50キロながらも4着か、ちょっと微妙な成績だったんですよね。もうちょっと前線するかなと思ったら、まだ成長度合いがね緩いのかなと。ドラミちゃんもね、添えがね治りましたね。何かしらね、桜花賞トライアル出したいんですけど、まだね500万下の身なんでね、まあでも積極的にね、桜花賞トライアル出しましょう。3着以内に入ればね、桜花賞出れるんで、次ですね、チューリップ賞あたり狙いましょうかね。ちょっとレベル高いかもしれないけどね。さてね、今日は土曜日なんでね、リアル競馬ありますけど、僕はね、日曜日の、セントライト記念じゃないわ神戸新聞杯をねやろうかなと思ってます。輸送になるんやね、関東馬か、この馬はね。まあね、それの間もね販路の調教やってたんで、まあ、能力はね上がってるんじゃないかなと思います。見ないさんでいきましょうね。神戸新聞杯はね、まあ、軸はね、里のダイヤモンドでいいかなと思ってるんですよ。まあ、3は外さないかなと。だから里のダイヤモンドから3連複買おうかなと思ってるんですけどね。出来すぎくんもね、1600万下。ありますね。これ使いましょう。2500m。サンシャインステークス。日を昇れ。55出来すぎ。滝豊さんがね乗ってくれると、滝昇さんか、ここ勝ってね、天皇賞春行きたいんですよね。しっかりね勝ち切ってほしい。あと牧場で牧場のね印じゃないわ、コメントをね確かめましょう。何も言われないと。勝ってほしいね、ここね。長距離なんでね、入れ込んでたら厳しいんで、大丈夫ですね、一番人気。まあ、使い詰めでね、心配ですけど、この印はなんとも言い難い、55キロね。まあ、差しでいきましょうね、レースと。ちょっと上の印ね、2つ奪われてるんで、ね、ちょっと心配ですけど。神戸新聞杯はね、名村新軍が現在一番人気ですよまあ土曜日の早朝なんでね、オッズは当然変わってくると思いますけどね、名村新軍が 1.8 倍と。これ確かにね、前走強い競馬してね、馬体重もね、プラス10キロ以上でしょ、これ。かなり強い競馬でしたよね。まあ、ただ人気なんでね、穴っぽいところではね、マイネル・ラフレシアとかね、これ2歳児に活躍してたまでね、スマートオーディンあたりと差のない勝負してるんでね、2歳児にね。ジャングルポケットですし、あとカフジ・プリンセス、プリンセスじゃないね、プリンスね。このあたりもね、穴っぽいところで注目ですね。この2頭かな、穴っぽいところではね。あと、イモータルあたりもね、このままね、気性が荒いんで、折り合いがつくのかなっていうところが問題なんですけど、まあ、G マジェシティと共同通信杯でね、2着に来てますんで、能力はね、十分あるんですよね。今日頭が冴えないな、全然頭が回らないというか。やっぱ寝てないとダメですね。さて。先行策から伸びてこい、伸びてこい、そのまま行け、そのまま行け、出来すぎ行け。
いけ、最後まで伸びろ、お前の能力はこんなもんじゃない。あー、ちょっと黒い帽子がダメか、ダメか。うん、バテてはいないんだけどね、厳しいですね。心当たりしっかり勝ってもらいたいんだけど、3着ですか。さてチューリップ賞ね、ここも権利取ってほしいんだよね、ドラミちゃんね。賢い賢いドラミちゃん、お、気合入ってるね。うん、あ、でもこの印ならね、チャンスありますね。ダンスパートなんか強敵ですよね。アグレスパレード、東亜ダーリン、東亜ダーリンよりも印が上とね。これはね、まあ、差しでいきましょうね。差し追い込みの方がね、いいんじゃないかなという感じがするんでね、レースいきましょう。いい加減ね、 G1 取りたいんで、これなんとか3着に入ってほしい。お願いします、ダビスタの神様、お願いします。もう神頼みでね、いきますよ。うん、やっぱりでもダンスパートナー強いと思うな。まあ、僕は菊花賞はね、あの D マジェスティをね、強く買いたいんで、里のダイヤモンドはね、ここきっちり勝ってね、うん、菊花賞でこけるっていうのを期待してるんですけどね、僕は。虎のタヌキの川山用ですけど、うん。まあ神戸新聞杯ではしっかりね、軸にして、うん、勝ってほしいんですよね。で、穴目がね、絡んでくれたら3連服でね、まあ、どれぐらいつくか分かりませんけどね、うん、楽しみですね、神戸新聞杯。ちょっと前にいるね、ちょっとレース見てなかったんで、これ刺してきたよ、刺してきた。来た来た来た。あ、ちょっと、そのまま、粘ってくれ。2着、2着、2着、2着に粘ってくれ。2着だね、よし。これはいい競馬しましたよ。2着でしょ。なんとか2着に粘ってくれたらね、本賞金加算されるんで、よし。これでね、桜花賞、オークス、ね、賞金は足りました。賞金足りてるかな？オークスって確か1600万円でしたっけ、本賞金ね。1200万円でしたっけ、ちょっと覚えてないな。さて、名前はね、どうしましょうかね。確かね、キャプテン谷口を復活させてくれっていう声があったんでね、それつけますね、キャプテン谷口。ダビスター3の方ではね、キャプテン谷口はね、ほんとヘタれてね、全国の谷口さんには大変申し訳ないね、ね、失態を見せてしまったので、うん、今回は走ってほしいね。全国の谷口さんの期待がね、込められてるんで、うん、ただね、能力なさそうだったら速攻ね、売ったり引退させたりしますんで、そのあたりはね、あの谷国じゃないって申し訳ないんですけど、合ってるね、ちょっと、うん、さて何万円でしょうか。あ、なかなかつきましたけど、おとなしいだったらね、勝負根性つかないんで、あまりね、厳しいかなと。ジェイドロバリーもいいんだけど、あ、ちょっと待て待て、やっぱり寝てないから、ちょっとね、売ってしまいましたね。マジですか。今の失敗はね、取り返しがつきませんよ。だからドラミちゃんに繁殖に上がってもらってね、うん、子供をつけるしかありませんね。ドラミちゃんは大事に育てないといけないね。なんだ今のは。今のは参ったな、本当に。ちょっとできすぎは厳しいですね。ドラミちゃんいい感じやね。やっぱ、添え中のね、販路の追い切りじゃない、調教がね、効いてるのかもしれませんね。出来すぎはもうちょっと馬体重増えた方がいいのかな。ああ、マジか。
箱ね、箱ならいいでしょう。まあ天皇賞は出れませんねこれね。ちょっと桜花賞はね、ちょっと番組表見たいんですけど、桜花賞ね、あ、4月の3日ね、3日、3週ね、しっかり状態をね上げて、ダート炭素強めでね、スタミナを補強しつつね、1200万円だからオークス出れないかな、この資本賞金じゃね。だから桜花賞で4着以内に入れば権利はねもらえるんでね、オークスのね。ただ絶好調か、絶好調キープしてね、なんとかお願いします。よし、これでね、あ、そうか、輸送になるんやね。まあ、みなりさん乗ってくれないの、まあ男藤田でいきましょうね。今は女藤田だけどね女藤田七子ジョッキーも最近どうなんですかね。地方でなんか連勝っていうか1日3勝したらしいですね、うん、頑張ってるんですかね。最近名前聞かないなと思ってたらね、なんか地方で3勝したらしくて、頑張ってほしいですよね。翌週と、あ、ちょっと忘れてるね、はっきり言って、うん、牧場を忘れてるという伊吹パーシブ、ごめんなさいね、今日本当にね、あの寝てないんでね、仕方ないというか押すと17番枠だね。まあ絶好調だからね、勝負、まあ印はついてますよね。ただダンスパートナーが強敵なんですよね。それ以外だったらなんとかなると思うんだけど、中段対決で、ね、行きましょう。レースチャンスはね十分にあると思うんで、うん、印ついてるんでね、これ期待ですよ。外枠からね折り合いつけて、うん、前走は折り合い変えたんですかね。4コーナーでは先行集団いましたよね。しっかり折り合ってね。ただダンスパートナーより前で競馬したいんだよね。これ車台のね勝負服が再現されてないんで、どこにダンスパートナーがいるか分かりませんね、うん、車台のね勝負服が再現されてたらね面白いんですけどね、うん、すぐ隣にいる馬かな、上がっていったね、ダンスパートナー。ちょっとこれは厳しそうだ、ちょっと手応えないかな、これは厳しいね。絶好調なんだけど、さしていけ、やっぱ内枠有利なんだよねこのセカス3番はね。外枠入ったらダメだ、ああダンスパートナーもねこけてるぐらいだから外枠は不利です、うん、このセカス3番はね残念。もうちょっとね、あの見応えのあるレースが見たかったね。仕方ない、これでオークス出れないんじゃないかな。オークス確か1600万円以上ですよね。おできすぎ、状態が上がってきたね。まあ牙王をねちょっと入れましょうね。入球と、まあ、これは早熟系ですかね、まあ、藤枝入れましょうね。はい、そしてね、うん、ドラミちゃんは厳しいですね。ちょっと出来すぎあたりね、ハルテン出せればいいんですけどね、抽選通らないかな。一応登録してみますね。あ、次か、5月2週ですね。
馬体重はね490キロあるんで、うん、ベストはどれぐらいなんですかね。ベスト、まあまあこんなもんだよね。480キロ台だよね。巻き場はねコンピューターにやってもらいましょう。できすぎ。なんとかね、あの出馬ね、条件馬の身ですけどね、抽選に通ってほしい。滝さん、お滝さん乗ってくれると期待できるね。もしかして出れたらねチャンスあるんじゃないでしょうか。うん、先行のがいいね長距離はね、うん、やっぱ前長距離は、ま、スタミナある馬はね前行かせた方がいいと思うんで。ドラミちゃんはどうしようかな。ちょっとねあのトライアルを使いましょうね。 2000m オークストライアル、フローラーステークスって言わないんだね当時はね。藤田ジョッキーでね行きましょう。おシャドーロールと、今回はねこの週で終わりましょうかね。オークストライアルね、これ期待ですね。しっかりとね3着以内、当時は3着以内だよねこれね。センターライジング、まあ、相手はねお菓子よりははるかに落ちると思うんで。エリモシック出てきたよ。エリモシックは強いよ。メモリージャスパーも強い。ドラミちゃんよし、入れ込んではいないと。東京ね直線長いんで、うーん、追い込み行こうか。賭けだね賭け。追い込みでどこまでやれるか。不良馬場じゃないよね、違うよね。よし、不良馬場。最近だから 3DS のねダビスタやってるんで3DS はね本当追い込みしかね選択できないような感じなんですよ。差しでねコースタート切ったら垂れるんでね、差しを指示して本当に差しの戦法取ってくれたらね差しでも勝てるんですけど、あの運が悪いとコースタートを切ってね絶対直線垂れるんですよね。これいい位置つけたね。14番、強敵はエリモシックかな。やっぱりエリモシックといったらねダンシンググレーブですかね。ダンシンググレーブ、ダンシングブレーブ、どっちでしたっけねいつもわからんようになりますね、うん、さてこれ来たでしょ。なんとか切れ味ないな、切れ味ない、切れ味見せてくれ。3着に入らないと困るんだよこれ。前3頭競り合ってる。刺してくれ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 。ダメだこれ、ギリ入ダメだろうな多分な。3着入ってないでしょね。え5着ですよね。うーん、これでオークスの夢はついえたかなと。あ、出れました、ハルテン。これチャンスあるかもしれない。トアナゴン、エアダブリ、トップガン、トップガン強敵、タンホイザー、うん、なかなかねいいんじゃないでしょうか。あ、でも印無印か成田ブライアン、ライスシャア、桜ロール、マヤトップガン、すごいメンバーですこれは先行できますね。これ期待できないな。うん、ちょっと相手がね強すぎる。だからねダビスターねもうちょっとね世代の幅を広げてほしいね。うん、世代の幅を広げたりしないとね、あの弱いメンバーも作らないといけないと思うんですよね、うん、弱いメンバーの時のレースっていうのもねないとね、うん、あまり強いメンバーがごめんなさい口も回ってないし、本当に強いメンバーがね揃いすぎると
勝てませんからね、自分の馬ね。もうこれ終わったら寝ますね、申し訳ないですだからこれ終わってからエンコードしてね、 YouTube にアップしてから寝ます。うん、まあ、厳しいやろね、好勝負してほしいけどね。前から競馬しないとね、あのチャンスはないと思うんで。あれトップガンやね、黒い帽子はね、黒い帽子のクリゲはトップガン。トップガンとね並んでますね。なんとかね、うん、トップガンあたりとね競り合ってね、勝負根性生かしてくれたらね、この前勝負根性ありましたっけね、出来すぎはね、チャンスあるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ根性がないとね、このセガスタンバーは厳しいかなと。でもいい位置つけましたね、これで競り合ってね、なんとか勝ってほしい。2着はいらないよ、2着はいらない、ダメだね。でも刺してきてる、そのままついてけついてけついてけ、お前根性見せろよ。5号できすぎ、ダメだ。やっぱりねこの4頭すごいね。5入れ、56か6か5やね。ちょっとね相手が強すぎましたね。ああ6着か、戦国シルバーに前に行かれたね、うん、その後だからね結構構想しましたよね。17万人気6着は大したものですよ、うん。まあ、というわけで、ね、今回ねこれで終了します。またしても、ね、G1 勝てなかったんで、うん、残念ですけど、うん、もう寝ますね、申し訳ないです本当にというわけで今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。